皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はがんの進行がストップ、がん休眠とはというお話です。医療の進歩によってがんもですね、治る時代になってきました。今やですね、がんの10年生存率は、6割に近づきつつあります。早期のがんであればですね、もちろんその治る可能性が高くなりますし、進行したがんでもですね、いろいろな治療をうまく組み合わせることで長生きできるケースが増えてきました。一方でですね、がんが治らずに残念ながら亡くなってしまう方もいらっしゃいます。ではその治るがんと治らないがんの最大の違いとは何でしょうか。その一つにですね、がんの休眠というのがあります。つまりですね、この以前の動画でもお話ししましたけれども、がんの一部、特にですね、悪性度の高いタイプのがんでは非常に早い段階で、体中をがん細胞あるいは全がん細胞が巡ってですね、他の臓器に到達しているということが報告されています。がんがですね、命を脅かすかどうか、これに関してはですね、この他の臓器にたどり着いたがん細胞あるいはですね、全がん細胞がその場で成長できるかどうかということにかかっています。この図のようにですね、例えば、大腸がんがですね、血管に入って肝臓にですね、がん細胞がたどり着いたとします。この場合ですね、肝臓にたどり着いた大腸がんの細胞がこのように成長すればですね、がんの転移が命を脅かす存在となります。一方ですね、肝臓にたどり着いてもこの細胞がですね、休眠状態のように成長しないこともあって、この場合はですね、たとえ転移があったとしても命を脅かすことはありません。このですね、がんがじっとしている状態のことをがん休眠、英語ではですね、キャンサードーマンシーというふうに言います。このがんの休眠というのは、どういった状態なのか、何がですね、この休眠をコントロールしているのか、そしてですね、どうしてそのがん細胞が休眠からですね、冷めて再び活発にですね、増え始めるのかと、こういった疑問についてはまだですね、よく分かっていません。しかしですね、ごく最近このですね、がん休眠の新しいメカニズムがですね、発見されて報告されました。とてもですね、画期的な発見で、がん研究に大きなですね、インパクトを与える結果ですので、今回ですね、ちょっとそれを紹介したいと思います。これはですね、英国の有名な科学雑誌ネイチャーのですね、6月2日オンライン版に報告された研究です。この研究ではマウスを使ったですね、乳がんの肝臓への転移モデルによって、肝臓へ転移したがんをですね、寝かしつけて休眠させているのは免疫細胞のですね、ナチュラルキラー細胞 NK 細胞であること、そしてですね、がんを促進させることで知られていたある細胞がですね、この NK 細胞の邪魔をして、その結果がんが休眠から冷めて成長するというメカニズムを発見しました。で、詳しくですね、ちょっと説明しようと思います。まずですね、 NK 細胞はインターロイキン15というサイトカインによってですね、増殖をしてですね、この NK 細胞が今度はですね、インターフェロンガンマという物質を産生します。そしてこのインターフェロンガンマがですね、肝臓に到達したがん細胞をですね、休眠状態に保っているということを発見しました。ところがですね、この肝臓に存在する肝保守細胞という細胞がですね、この NK 細胞の増殖を邪魔することで、NK 細胞によるこのがんのですね、休眠状態を解除してしまうというんです。その結果ですね、この肝臓に到達したがん細胞が増えて、がんが大きくなるということが分かりました。で、この肝保守細胞はですね、これはもともと肝臓が障害された時に活性化されて、修復に重要な役割を果たす、そういう細胞なんですね。ところが肝臓がんなどですね、がんでもこれ活性化されていて、がんの進行を手伝っているというふうな研究結果が出てきました。今回の研究でもですね、
実際の乳がんの患者さんのですね、組織を調査したところ、肝臓の転移の部位ではですね、この活性化された肝保守細胞がやはり多くなっていて、逆に NK 細胞は減っているということが確認されました。以上の結果からですね、がん細胞が転移したその臓器で休眠したままでいるか、あるいは成長するかというのは、免疫の要であるですね、NK 細胞によって制御されているということ。そして肝臓においてはですね、活性化された肝保守細胞がですね、この NK 細胞を邪魔して、がんが休眠から覚めるという全く新しいメカニズムが発見されました。今後ですね、この研究成果を利用してですね、がんの新しい治療に結びつけるということが期待されています。いずれにしても、NK 細胞がですね、がんの転移でも重要な役割を果たしているということが改めて確認されました。以前の動画で、NK 細胞を活性化する、そういう生活習慣についてまとめています。動画の URL をですね、概要欄の方に貼っておきますので、もしよろしければですね、こちらの動画もご覧ください。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題についてわかりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄で教えてください。また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。